お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もね、クラッシュロールやっていくんですけど、今日マルチやっていきます。で、ちょっとね、落ちたんすよね。76リーチぐらいまで行ったんですけど、若干落ちて、またローフグでね、戻そうかなと思います。で、前、バーバリアンだったんすね。ババア、ホーシー、スケヒースピの箱型でやってたんですけど、ミニペイ型にしました。まあ、デリバリーがね、多いですね。ロイヤルデリバリーが。あれが多いのと、ボムタワーも多いし、まあ、ゴブ折りも多いし、まあ、メガナイトもね、結構いるんですよ。メガナイトロイフグ、メガナイトウォールブレイカー、メガナイトスケバレーみたいな感じで、結構いて、ババがまあ、防衛では活躍するものの、攻めてね、なかなか活躍してくれないんですよね。そう、まあ、なんかそんな感じで、ババをミニペにしてる、このマジアチャ型がね、まあ、マルチちょくちょくいます。今、ちょくちょくっていうか、まあ、そんなにいないんですけど、一人上に上がってる人がね、いました。というわけでやっていきます。この人さっきも当たったな。結構さっきマルチやって、メガナイトですね。この人がメガナイトスケバレですね。来ましたね。でメガナイトに対してはあんまりロイフグを飛ばしたくないですね。なぜならカウンター受けるだけなので。よいしょ、これもハンターで受けて、ふう、スケバレハンターで受けるの大事、飛ばしたくないと言ったものの暇なのでクエイクで削ります。いや、打たねえか。いや、そうですね、本当にメガナイト相手には、まあ、飛ばすタイミングっていうものもあるんですけど、わ、めっちゃいい位置。それ基本的に相手がどうだろうね、メガナイトのコストがなければ別にロイフグが刺さるわけなんですけど、逆にメガナイト踏まれると通らないので、なんかね、こうロイフグが基本飛ばさずになんか待つんですけど、相手が攻めるタイミングがあるんですよ。ディガーを一緒に使って攻めてくれるタイミングがあると、その時にあれですね、攻めたい、なんかスケバレディガーみたいな、なんか2枚攻めてっていうのかな。いや、むずいですけど、踏まれるかな。あ、メガネって出してこないか。なんかスケバレだけだったら無視でいいんですけど、これ多分セパっても踏んでこない説がある。うん、なんか言うんですかね、スケバレプラスのディガーが来るタイミングに相手は6コス使うんですよね。そのタイミングで攻めれると、相手は6コス使ってるんでメガナイト出せないみたいなね、タイミングがあるんですよね。そう、スケバレディガーが来るタイミングですね。相手がディガー飛ばしてきた瞬間にロイフグ飛ばして遅れて、まあウッドとかミニペで対応するっていうのが理想ですね。マジよいしょ。これマジアチャであのやりゴブ処理して、これウッドで美味しいですね。いや、ロイフグ左飛ばしたかったな。一回まあ妨害しますか。で、なんとなくヒースピでもつけて、いや、マジアチャエイムが緩いですね。さあ、で一回ここは待たないといけないですね。また防衛しつつ、いや、ミリペ出してよかったな、普通に。ミスったな。暇なので削ります。で、スケバレはハンターで受けます。で、これ打っとってもいいな。で、多分逆サイに、ディガーまで来るかな。はい、行きます。拾う。で、メガロフが飛ばさないんですよね。まあ、そんな感じ、本当にね、結構待って、つしかなくなっちゃいますね。で、ここクエイク打つとワンチャンメガナイトからのが怖いので、一回待ちいの。なんとなく延命して、なんとなく延命して、いやー、いつ攻めようという感じですね、本当に。マジずっとこうしとくんですよね。これ僕流ね。僕流の立ち回りなんで、正解がどうとかわかんないですけど。大体もう永遠ディガーで削ってるんで、このディガーがね、やばいっすね。じゃあ僕もクエイクで削っていきます。スペル削り対決。クエイク削りとディガー削り、どっちが勝つかっていう感じですね。これヒースピだけで抑えます。やべえ、なんか遅い遅いユニットが。これヒースピで迎え行ってあげて、で、メガナイト。ああ、これは良くないですね。これメガナイト回るんですよ。いや、このロイフが負けすしですね。
なんで飛ばしたんだろう。マジアチ射抜いてくんねえかな。ですが、受けが豊富なので、OK。ここも行っちゃっていいですね。最後、削り。削り対決なので、ロイホグクエイクゴリゴリの。さあ、問題はディガーが来ますね。拾います。で、スケバレの落下ですら痛いが、グッドで押さえた方がいいですね。で、クエイクで多分勝ったと思うんですけどね。ディガー拾って。やばい！めっちゃ地味な試合なんですけど、危ねえ！ザップ回ったら負けてるみたいな。いや、なんかね、完璧な正解っていうのが難しいんですよね。そう、ロイフグ、セパでどんどん飛ばしてもいいんですけど、飛ばすと飛ばしたら飛ばしたでどうせメガナイトでどっちか踏まれてカウンターも来るので、だからむずいですね、本当に。本当にメガナイトむずいんですけど、まあクエイクがタワーへのダメージが結構高いので、まあこういうね、戦い方も一つあるよというのを皆さんぜひね、覚えておいてください。ガンガン飛ばしても飛ばすパターンもあると思いますね。労力で、ね、飛ばして、ミニペハンターアイゴレまであると結局メガナイト受けれるので、まあ、両サイ振られると、ちょっと苦しい場面もやっぱあるんですが、まあ、こういうね、ガンイモリ、削り、パターンもあるということをね、ぜひ、覚えておいてください。いやー、難しいですね、マジで。高回転でメガナイトが回る相手だと、ね、一気に相手が攻めてきてくれると、ね、一回飛ばす通過タイミングがあったんですけど、僕がハンターで守ったところですね。あそこ飛ばしてもよかったと思いますね。一回。そう、相手が攻めてる時にやっぱコストがないので、その瞬間にロイグ飛ばして、とか結構いいと思いますね。まあですけど僕がウッド持ってる時に相手がなんかスケバレプラスのディガーとかはしてこないので、基本的に。で、そういうのがね、ちょっと難しいですね。よろしく！よろしく！よろしく！ちょっと暇だな。タルババなので、ナイト、遅延スケラ。久しぶりに見たな。ナイトタルババってなんだろう、枯渇じゃねえしな。あー、いや、いい。チェンスケなんだ、何、ちょっと待って。ナイトタルババっすね。これ、チェンスケラ以外に、あー、なるほどね。普通にスケラでしたか。スケラで、暇してたんすね、相手も。これは、マジアチャ下の左上にユニットを出すと、めちゃくちゃいいってみかんさんが動画に出してましたね、前。で、今は、まあ、これ、ロイフグミニペ行っていい気もしますけどね、スケラ打ったからな。スケラ打ったから、ロイフグクエイクか。クエイクで、攻めて、多分ユニットが、まあ、取れねえか。防衛されても、うわ、起動するか。ナイトあるな。アイゴレミニペでナイトで受けてもらうとかでもいいんですけどね。どうせ暇なんでね。で、ナイト。3発。これワンチャンインスイズやってくんねえかな。まあ、スケラ来ても、まあ、ジアチュウッドル守れる。ベビー来たらハンター出したいけど、タルババ来ると怖いっていう感じですね。やべ。なんかミスった、位置が。位置がミスった。やべやべ。ポイズン打った。コスト足りないだろ。コスト足りないだろ。決定してますね。なんかボムタワー高めが。いやー。やばい。これ、あれっすね。ミスった。遅延スケラー相手には、アイスイズとベビーが残るので、逆サイド行かないといけないんですよね。そう。逆サイド行かないといけないんですけど、僕がずっと同サイド行ってるのが良くないですね。やばいよ。やばいよ。で、タルババ取れねえか。で、まあ、クエイク坊やもあるので、最強クエイク防衛して、あー、オッケー。で、耐える。いや、これワンチャン同サイドまであるな。いや、むずい！いや、逆サイか、これは。これ、スケル打ってこい。いや、打ってこねえか。
いや、相手完璧許容っすね。いや、ここは耐えれるよ。ハンター頼む。オッケー、ダメージちょっと追いつく。いや、このポイズンも美味しい。いや、これマジアちゃん右サイドな。やめてくれ、行ってさあ、いや、ありますよ、全然。で、今やってもベビーの範囲が混ざるので。飛ばしつつ。ボム。これね、え、これめっちゃあるよ。買ったかい？これだって、あ、落ちた。ん、さては相手今充電 15% 表示出ましたね。これ相手気づいてなかったら勝ちなんですけどね。諦めましたかね、あれ。なんでラッキー。ちょっと待って、めちゃくちゃラッキーなんだけどね。まあ一つのパターンとしてはスケラ打とうとしたけど、タイミングが僕の飛ばしたタイミングによって、うわ、どうしようって悩んだっていうパターンと、充電 15% が出て、ユニット出すのが遅れて、今携帯ぶん投げて、親が部屋に来てる。か、パターン3が電波に負けた。そんな感じっすね。そんな感じで、まあラッキー処理ですね。よろしくー。ないと。この人クロスだったよな。いや、クロスじゃないかな。クロスだったと思うんですね。僕の記憶が正しければね。アイスイズテスラ。いや、そうっすね。で、ウッドが来んのかな。ウッド来ないなら、一回待って。さあ、これはね、勝ちたいですね。ナイトなので勝ちたい。バルキリーだったら、意外とね、きついまであるんですけど、ナイトだと勝ちたいですね。で、ケツマジェチしたらロケットバーン来る。ワンチャンキツミニペに来んのかな。試し。あ、来ますね。そうなんですよね。ロケットで3000持ってかれるんで、削っとこうっていう感じですね、相手も。さあ、で、問題は、クエイク打てない。で、トルネマンの、これナイトがなんかいい感じに、あー、こっち来んな、こっち来んな、マジで。あっち行ってればな。あっち行ってれば結構でかかったんですが、これ許容は2発 ?1、2、OK、いい。さあ、削り、勝てますかね。ロケット削りされるんで、まあ、ロイククエイクバンバンやって、削っていきたいですね。ワンチャン攻めトルネとか来るのか。うわ、怖い。トルネ剥がされるのは超怖いですね。ごまじゅうチェンミして、いや、めっちゃでけえ、めっちゃでけえ、いナイス、まじゅうちゃん。さあ、ですが2周目はまあクエイクウッドで防衛できると。で、クエイクウッドで防衛すると、うわー、俺のヒースピが持っていかれた。で、これ多分マジアチャ警戒からの高めっすね、これ。攻めとるね、ワンチャン来る。うん。うわ、やべえ、これ。うわ、でも、結構いい。結構いい。ヒースピがいいですね。本当に。これ、攻めとるね、警戒ですね。あぶねえ、よかった。攻めとるね、本当に、めちゃくちゃしてくるんですよね。うまい人たちが。これで前なんかね、負けたんすよね。カズトさんっていう人がいるんですけど、あの人にね、攻めとるね、決められて、ワンパンされたので、このクロス相手には、マジでね、アイゴレをこの辺とかに置くと、こうトルネでピャーって下げられて、ワンパンされるんですよね。なので、結構気にしないといけないですね、アイゴレ置く位置。僕も今めっちゃ高めに置いたのに、それでも外されそうだったんで、もう本当にクロスの結構目の前ぐらいに置いてもいいかもですね。まあ一番は、なんか最初とかはいいと思うんですけど、なんかね、何回も同じ場所に出してると読まれちゃうので、まあそんな感じでね、アイゴレの置く位置とかもすごい大事になってきますね。まあユニット受ける位置。はい。という感じで、まあ次76ですね。まあ、76行っときます。次は77か78。まあ今季8000行きたいですね。ランキング、あと4日しかないんだ。やば。
麦一旦やべえなって、4日で8000キワですけど、まあ最終日多分グロほんと一桁ね行くだろうという感じなので、そこに滑り込みたいと思います。ではチャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。バイバイ。